さて、今夜はゲストにスマイリースパイキーの宮野守さんと高木俊さんをお迎えしていますが、はい、宮野くん、前回ゲストに来た時のこと覚えてますか？もちろんでございますよ。はい。そしてですね、前回、タケちゃんをどうしてやったか覚えてますか？はい。わしざきさんの顎とプライドを粉々に破壊してやりました。はい、三文芝居ありがとうございます。その宮野くんがですね、今回高木さんを連れて一緒に来たということは、これどういうことですか？はい、シュンリーも僕と同じくいいものを持ってるんで、もう一回わしざきさんの顎を破壊してやろうと思っています。それに対してタケちゃんは、まあ前回はちょっと油断して負けたけど、なんかこれ今回は二人がかりで来ても負ける気がしねえ。だって俺顎の修行したからね。なんすかこれ。高木さんはどうですか？え、なんすかこれ。これはなんすかこの流れは。俺のセリフ頑張りますしかないねんから。全乗っかりでお願いします。全乗っかりでお願いします。これ頑張りますと言えばいいんです。はいはいはい。頑張ります。はい、三人の気持ちを私が受け取りました。なんすかこれは。今夜は、なんすか。なんか頑張ってほしい気がする。はい、なんとなく宮野くんが似ているということでこちらの企画をお届けします。新世紀アゴンゲリオ。今夜は、あ、なんすか。なんか頑張ってほしい気がする。なんとなく似ているということでこちらの企画をお届けします。新世紀アゴンゲリオン。0号機、初号機、2号機が揃っているということで、一体誰がアゴ日本一なのか、これを3人でプライドをかけて戦ってもらいたいと思います。そうなの。ちなみに今日のアゴの調子はどうですか？絶好調。僕も荒れてる。ヒゲ剃り負けです。ヒゲ剃り負け。今日ヒゲ剃り負け。いつもなんです。ちょっと、新喜劇の辻元さんみたいな。そうですね。はい、ということで先に進めますよ。早速行ってみましょう。第1回戦はこちら。うん。心の形、顎の形、怒られるよ。ルールを説明します。あなたたちの顎は3台のコンピューターマギです。うん、違うよね。今から顎でパソコンのキーボードを使って承認と打ってください。画面は私が見れるようになってますので、正確に漢字に変換したら1人に1ポイントです。ではいいですか？いやいや、笑顔だよ。いやいや、何がいいのかがわからない。お前も台本読みながらポカンとしとるやん。何がこれ、と思ってるやん。とにかく、あんたたちはマギなの。わかった？そんなのあるか。誰のお母さんがここに落書きを中にいっぱいしてんねん、俺の。そんで承認って打つの。ではキーボードの上に顎を乗せてください。はい、いきますよ。いいですか？はい、なんか懐かしい。やります。そうですよ、承認って打つんだからね。はいはいはい、はい、顎の上にキーボード置きましたか？はいはいはい、置いた？置いたよ。置いたよ。高木さんも置いて、はい、行くよ。ではいきます。はい、マギの回答は。あ、置きますよ。どうぞ。おい、宮野。ん？あんたもっと、丁寧に打ちなさい。あ、あ、なんかね、高木さんはね、ちょっといい感じだよ。あれ？タケちゃん。全然？タケちゃんね。全然？全然違う。マジで？全然違う。ちょっと消します。一回消した方がいい。消します。できた。ですね、宮野くん、全然違います。なんて書いてます？一文字、ね。まだ読めないけど、全然違う。あ、あとね、高木くんはね、ちょっと惜しいよ。お、でもね、終わってないからやめない方がいい。終わってない。打ち続けた方がいい。どう？俺、これでさ、どんぐらいいってんのか分からへんね。あー。押せてんの俺。何で終わりに。押せてるのかな、ということでですね。では、マギの回答を見てみましょう。はい。ラジオだよね。うん。たけちゃん、宮野くん、高木さんの順で、画面の文字を私が無理やり読み上げます。はいはい。まず、たけちゃんはですね。自信あるよ。これはなんて言うんだ。あ、あ、朝翔。嘘つけ。嘘、マジで。ほんと、ほんと。ほんまや。朝翔さデイ。朝翔さデイ。なってやんで。全然違う。俺なんで朝翔さデイ。朝翔さデイです。そしてですね、宮野くんすごいよ。いい？来た。うん。ですね、シダシュショウンインビン。ドイツ語？ドイツ語的な感じ？あのね、S だ H みたいな字なの。S だ H。S だ H。ところ。ところ。O。うん印。うん印。B、ん、N。うん。です。なるほどね。なんか俺そんな文字数多いけど。正面じゃない。何？そうしてですね、うん。高木くん。
ん。沢井くん。はい。JK。まあ何正直なのか、少女 K なのかどっち少女 K のが少女 K なんですよね。はい。なんていうのかな。ということで、今回はポイントはですね、ゼロ。ゼロゼロ残念ながら全ゼロです、まあね、お前に俺は全のっかりしてんねんから、何度とかしておりゃお前が。私がマジで言うとお前やないか。じゃあ、どんどんいきますよ。はいはい。続いて、第2回戦です。はいはい。瞬間、顎、重ねて。あー、懐かしい。懐かしい。今から3人には目を閉じてもらいます。はい。そして、3人の顎の突端に、あるものをくっつけます。うんうんうん、それが一体何なのか、はい、目を上げずに、顎とそのあるものをシンクロさせて答えてください。はい。ちなみにですね、これは3人とも同じものを顎にくっつけます。なるほど。はい。ヒントは出し合ってもいいですし、嘘をついてもいいです。はい、その辺は、お任せします。ね、ので、では、はい、目を閉じてください。はい、目閉じました。はい。どうかさ、俺さ、ヒゲあるからさ。あ、そうですね。感覚眠りますね。そう、見てないより分かりづらいと思うんですよね。ということでですね、はい、じゃあ、まず、うちのスタッフがですね、タケちゃんから、顎にシンクロさせます。はい。何ないんですよ。いきますよ。どうぞ。さっき、光的なものが危ないよって言われたんだけど、何これ何これ怖い怖い。タケちゃん、顎の先に。ぬとっとしてますよ。何ぬとってすんのぬとっとしてますよ。くっつけられてるものは一体何なのか。全然わからへん。どうですか、なんかね、汁っぽい気がする。汁っぽい。汁っぽい。そしてじゃあ、はい、宮野くんの顎にも。生き物、うん、はい、くっつけますよ。こちらですね。臭い。臭い。あ、かかへんかった、しまった。臭いの、お、なんかほら、宮野くんは顎にヒゲがない分、食感が優れてると思うんですよ。どうですか、顎で。なんか今、顎でこう、前後左右、ぬりぬりしてますけど。あ、これあれだな。おぉ。そして最後は、これすげえな。高木くんのところに。はい。このぬりぬり感あれだな、このぬりぬり感。どうですか、何これ。どうですか、高木くん。触れてみた感じは。臭い。臭い。マジで俺、嗅いでへん、嗅いでへん。でもなんかね、匂ったことある。うん、マジで。おぉ。あ、匂ったよかった。ということでですね、タケちゃん、もう一度、くんくん。なんだっけな、これは。あ、これ匂ったことあんな。匂ったことあんな。なんか知ってる。なんか知ってるぞ、これ。生臭いぞ。あ、どっちかやと思うねんな。ということでですね、じゃあ、3人同時に答えてください。迷ってんねんな、2つで。俺も2つで迷ってんの。皆さんが、二つで迷ってる。顎とシンクロしたものは何ですか、せーの、サンマ。おぉ、え、何、タケちゃん、タコ。本ガツオ。サンマ。本ガツオか戻りガツオかどっちかと。そっちで。全員、不正解。マジで、目開けていいですか、目開けていいですか、どうぞ。何すか、あ、言いました。いや、魚は魚だと思ったけど、もうちょっとね、匂いがきついと思った。だから思ったより匂いが弱かったから。何を顎につけさせんじゃーい。イワシ顎に触ったの初めてじゃーい。イワシってことはさ、銀の部分使えんか、銀の部分。ねえ、ちょっとキラキラ。大事な顎だよ。おいおいおい。ということで、正解イワシということで、全員ゼロポイントでーす。続いて第3回戦です。匂いそのままこの顎の匂い。ならない顎。ならないわ、顎。今から皆さんには、顎で iPod を操作していただきます。iPod は、お前悩みあるやろ、この台本に。私も乗っかるしかありません。iPod はですね、オンエア用のデータとつながっています。一人ずつ顎で操作してもらってタイムを測り、一番早くこの iPod の中にあるたくさんの曲の中から、高橋洋子さんの残酷な天使のテーゼをプレイできた人が、1顎ポイントです。取られるでしょ？ちなみに、うっかり他の曲が流れてしまった場合は、その場で失格となります。じゃあ、まずタケちゃんから iPod に顎を乗せてください。オンされてんないやん。オンさしてええの？うん。起動はさしていいの？普通に。どうぞどうぞ。はい、起動はさしました。で、どの状態からでいいんですか？どの状態から。今曲をね。この状態からですか？この状態。どこに入ってんのか知らんのにやな。それ難しい。お前ら無茶苦茶やぞ。はい、無茶苦茶な企画は諏訪さんが考えました。はい、いいですか？いいですか？準備ですか？はい。では行きまーす。はい。これ難しい。アゴンデリオン。はい。発信。発信。全然動かへん。それヒゲ大丈夫ですか？タケちゃん多分ね、ヒゲが邪魔してるね。あ、顎ポットだよね、これね。あ、ヒゲが上滑りしてる。あ、違う。あ、顎ポット。どう？ああ惜しい。これね、あれなんでね、真ん中を押そうとするとぬりんって言っちゃう。
真ん中落とすと塗りキラ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 してるイワシの銀の部分だ。イワシの銀の部分だ。はい。どうですか、たけちゃん。全然あかん。押せた押せた。全然あかん。全然あかん。松崎さん、松崎さん、戻ってます、先ほど。何でもいいから押してたけちゃん、頑張って。頑張って頑張って。あるんですか、あるんだって、時間切れありますよ。もうすぐだよ。押せ。たけちゃん。お、お、なんだ、小清水亜美さんのクリームでございます。待って、待って、いかへんねん、もう。失格。これ一番嬉しいの小清水じゃんか。そうだよ。たけちゃん失格です。はい、曲紹介してもらってさ。ということでですね、続いてでは大変バカバカしい企画ではありますが、次宮野くん行きますよ。これ聞いてる人楽しんでる？これラジオですよね。そうです。大丈夫ですか、これ。準備いいですか、準備いいですか。はいはい、行きます。じゃあ顎を乗せてください。俺滑るからね。あ、顎尖らせてる。尖がってきたな。アゴンゲリオン発進。あ、すげえ。すげえ動く、すげえ動く。宮野くん、お前すげえな。うまいな。どうできた？どうこれやばいな、これやばいな、これやばいな。うん、あ、かけられそう。はい。はい、はい。あ、はい。宮野くん、こいつの顎すげえぞ。お前すげえぞ。宮野くんの顎使い、うまいね。ゴーゴーゴー、いけ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 。あ、なんか、今動かしてます。さっき宮野くんが。あ、いけいけいけ。しっかり。おー、すごい。バカバカ。タイム33秒。さあ、では俺33秒は切れないよ。ということでですね、最後高木さんに挑戦してもらいましょう。これ俺ギネスじゃねえ、俺やべえ、やるしかねえ。ギネスじゃねえの。はい、ということでですね、高木さん、 iPod に顎を乗せてください。乗りましたか、いいですか。アゴンゲリオン発進。小学生の顔やで。モアイか。小学生がやる顔じゃん。モアイか。ってなってる。あ、うんって。さあ、ひょっとしたらですね、このままかからずに、送り出しの可能性もございます。いいですね。じゃあ、閉めましょう。どうですか？どうどう？いけてる？いけてる？あご。いけてる？あのね、写真になっちゃったんだね。写真になっちゃった？何写真になっちゃったって。はい、もうね、ミュージックから動かねえんだよ。そうなの？難しい。だって、こう、あれだね、しかも、緊張してるのも、これがね、手がプルプルしちゃってるから。家やったらもっと早い。うん。顎もプルプルしちゃってるから。顎が緊張したんだよ。どうですか？さあ、時間切れもありますよ。顎が緊張する。時間切れもありますよ。ビデオに行っちゃったんですよ。ビデオに行っちゃった？ビデオに行っちゃったんですよ。まずじゃあミュージックにしないとダメですよね。君、論外だね。もうビデオプレイリストになっちゃったんで。あ、しろいさあ、もうすぐ時間切れです。時間切れになりますよ。7、6、5、4、やばいやばい、3、2、1、勝利の美酒だな、お前。時間ということで、今のが最後の勝負でした。ポイントを見てみると、たけちゃんが0ポイント、宮野くんが1アゴポイント、高木くんが0アゴポイントということで、新世紀アゴンゲリオン派、勝者は、なんと2連覇宮野真央。やったー、イェイイェイイェイ。敵にとって不足なし。お前2連覇だろ。おめでとう。これすごいな。どうですか、勝った感想は。まあ楽勝ですね。想定の範囲内です。余裕だな、お前は。顎尖らせんのうまいもんね。かっこいいもん。自由自在だな、お前。一方、負けた2人は何が敗因だと思う。ワールドクラス乗り切れなかったんだと思います、企画に。まあ、乗りづらいわな。疑問のまま終わってしまったってことですね。何が敗因ということで、さて、そろそろゲストとお別れの時間になってしまいました。いいっすか、これで。本当に。最後に、ゲストのお二人から、リスナーにメッセージをお願いします。はい。ね、僕ら今回この番組で顎で終わってしまいましたけども、僕らの活動的には、顎よりお芝居の方を中心的にやっておりますので、はい、僕らのね、興味を持たれた方は、ぜひ、僕らのホームページありますので、はい、そちらの方を見ていただいて、はい、で、僕らのライブにも来てください。はい。お願いします、よろしいでしょうか。はい。高木君、いいですか？ですね。もうほんと顎のまま終わっちゃったんで。そうですね。ほんと僕、せっかく初登場なのに、生なのに、しかも初めての、もうこんな企画ばっかりでもうね。うるせえ。はい。せえじゃねえ。ということでございまして、今夜のゲストはスマイリースパイキーのお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。